今日のミーコは竹下ミーコじゃなくて松下ミーコなの。よろしくね、松下ミーコちゃん。なんなんなん、よしたまえよ。そんな子供っぽい呼び方は。拙者のことは松下ミーコ殿と呼んでくれたまえ。殿。大人同士なのだからそれなりの敬意があって叱るべきだとは思わないかね、みゆうくん。どうしよう、ミーコちゃんが変なキャラに。なんだか大人を誤解している気がする。それではちと散歩としゃれ込もうじゃないか。ミーコ殿、どこに行くんですか？すぐそこだよ。白亜さんのゲリラ配信が始まりましたわ。しかも重大発表ありだなんて、絶対見逃せない。春菜くん、君は本当にそれで良いのかね。え？配信は確かに魅力的だが、君が今やるべきは DJ の練習だろ。違うかね。違いません。だというのに君は一時の欲望に溺れ己を見失っている。もっとリリリリのメンバーとしての自覚を持ってくれたまえよ。はい、申し訳ございません。まさかミーコさんにお説教をされる日が来るなんて。ねえねえミーコちゃん、また新しいいたずら考えたんだ、一緒にやろ。はぁ、ミーコちゃん、どうしたの？君はいつまでそんなことをやっているのかね。いたずらとか子供っぽいことは。拙者はもう卒業したのだよ。卒業？私たちまだ普通に子供だよ。拙者は今年で265歳になる。人類じゃないよ。くるみ殿も少しは大人になってはどうかね。いたずらなんてやめて、一緒に毎日クタクタになるまで満員電車に揺られよう。こんなミーコちゃん、私の知ってるミーコちゃんじゃない。ブシロードゲームズ。